ようこそ手塚治虫全巻チャンネルの何がしでございます。今回は前回の続き、100巻から150巻までの紹介の続きとなります。前回見られてない方はね、概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからどうぞ。それでは今回もよろしくお付き合いくださいませ。こちら未来人カオスですね、こちら1978年の作品です。ですね、こちらはですね、宇宙を舞台に描かれる友情と裏切りの物語といった感じですかね。冒頭でですね、いきなり親友の大悟ジョーがですね、誘拐されまして、変な奴らに親友のスナミを殺してほしいと頼まれるんですね。なぜ親友の彼らが標的になったのかというところの謎を残したまま、大悟は親友のスナミを殺しちゃうんですね。親友を殺せば出世は約束すると言われた大悟はその後に、大出世することになります。一方、宇宙人の謎の力で一命を取り留めていたスナミ、10年後にですね、復讐のため大悟の元を訪れるんですが、ここで2人に圧倒的な差がついてるんですね。スナミは大悟に近づくこともできず惨敗します。そこからカオスと名乗り、さらに復讐を誓うというストーリーですね。友の裏切りにもあったカオスなんですけれども、逆に多くの異星人の親友を得ていくんですね。で、一方、地位も名声も手に入れた大悟なんですが、こちらはですね、心境の方はだんだんと孤独になっていくんですね。友情ってなんだろう、愛ってなんだろう、人類の進歩と調和ってなんだろうっていうね、いろんなものがですね、奪われていくと、唯一残るものって、信じるってことなのかなとふと考えさせられるぐらい深いテーマがね、根底に隠されています。そして驚愕のラストはぶっ飛びますよ。ここからネタバレしますのですね、もし、聞きたくないという方はちょっとスキップしてみてください。最後はですね、この大悟ジョーがですね、マフィアみたいなやつに殺されるんですね、めっためたに。それで、とある教授に助けられるんですけれども、この教授が、わしの、素性を明かすとかって言ってですね、顔を剥ぎ出すんですよ。マスクかぶってるみたいな感じで顔を剥いでいくんですよ。それで現れた顔がなんと宇宙なんですよ。顔が宇宙、よくわかんないでしょ、何言ってるか。顔が宇宙っていうのはですね、イメージすると筋肉マンに出てくるブラックホールみたいな感じです。で、そいつがですね、わしの主人が、宇宙の創造主、宇宙を作ったと言うんですね。しかもそいつが2人いると、創造主が、それも敵対している2人だと。で、この世から友情は消せるだろうかっていう実験のサンプルに、この大悟城とスナミが選ばれたということなんですね。だからお前たちの親友は殺し合ったんだと、っていうような、まあゲームだったっていうオチですね。で、このラストはですね、あまりにも壮大なスケールゆえ、第1部巻になって終わってるんですね。まあ第1部巻というか、まあ2巻なんですけどね。というところで、これはですね、手塚治虫先生が友情について語ったスペースヒューマンドラマという立ち位置になるんですけれども、まあ完全にですね、少年誌ではなく青年誌ネタですね。タッチは少年誌ですけども、テーマ性がね、非常に深いです。まあ相変わらずというか、もう深い作品になってますね。3巻までしか出てないんですけれども、内容が非常に濃厚です。極厚です。凝縮感が半端ないです。強引な構成力でまとめられてますし、展開が非常に、早いし、ついていけなくなる時もあります。ここら辺はですね、毎度のことではあるんですけれども、だいたいこれをですね、今の時代でリメイクしたと仮定すると、3巻しかないですけれども、約30巻分ぐらいですね、10巻分くらいこう凝縮されたネタがですね、詰め込んであります。まあなんだかんだわけわかんない展開というのもありましたけれども、この3巻の、最終巻ですね、3巻の、ラスト30ページくらいというのがね、もう
ちょっと震えますよね。こういう、なんと言いますか、こういうことなのねっていうこととか、これからの2人の関係性であるとか、まあ気になるところがですね、このラストの30ページにこう凝縮されているというところで、まあ一応の完結と、いうことになってますので、このまあ第一部完、未来人カオス、まあ何言ってるかよくわからなかったかもしれませんけれども、まあそういう作品となっております。はい、ではこちらアバンチュール21ですね、こちらは1970年の作品となっております。あらすじはですね、最新型旅客機ルナパーク1号の事故で両親を失った少年イサミ、彼はですね、両親を奪われた過去に、立ち向かうため、手術により人間並みの知能を手に入れたウサギの耳音とともにルナパークの設計者サリバンと出会います。彼の設計するルナパーク3号は飛行機ではなく地底を進む地球貫通列車であることを知るんですね。ルナパーク3号は革新的な乗り物であったが、それゆえ批判も多く、サリバンを殺してでも開発を止めようとする勢力が存在していたわけですね。その危険を知りながらも、イサミは乗組員となって地球探偵に挑むというようなストーリーになっております。これはですね、地底国の怪人という作品の、リメイク版なんですね。この地底国の怪人というのは、手塚治虫先生の自身の、作品、1947年に発表された新宝島火星博士に続く手塚治虫の長編漫画単行本第3作目という立ち位置になっております。こちらはですね、ドイツ出身の、ベルンハルト・ケラーマンという作家さんだったと思うんですけれども、の冒険小説トンネルという作品からですね、強い影響を受けておりまして、戦後すぐに、発表した作品です。で、手塚先生がですね、手塚治虫エッセイ集の7巻の中でですね、この本について、こう語ってます。罪と罰やレ・ミゼラブルなどと並んで、トンネルは僕の心を最も揺さぶった小説の一つと、というふうにですね、この本の魅力を熱く語っております。で、この本作はですね、2度リメイクされております。1951年と本作の1970年ですね。よほどこの地底国の怪人というのがお気に入りだったみたいですね。特にこのウサギのキャラクター耳をですね、これ非常に気に入って愛着を感じておりですね、何度も登場させてやりたいとも、手塚先生はおっしゃってましたね。でですね、この地底国の怪人というのはどういうものかと言いますと、こちらはですね、1948年作でですね、あらすじは飛行機事故で父親を亡くした、ジョン少年は、新しい安全な乗り物をね、新たに作ろうと、誓い、地球を貫通したトンネルの中を走るロケット列車っていうのを設計するんですね。彼の助手となったウサギの耳をですね、もう肋骨のロケット列車に乗りトンネルを掘っていくと、なんですけれども、この地底の中で遭難してしまうという、まあ大体一緒な内容ですね。まあ当たり前ですけど、リメイクですからね。まあ、SF といえばですね、通常宇宙をこうイメージさせるものなんですけれども、こういう地底という設定ですね、これ非常に新しい設定でした。そして動物との、共生共存、いかにもありそうでない世界観というのを描き出してますね。このうさぎのですね、耳をというのもですね、このなんとも言えないこう短絡的なニックネーム、耳男と書いて耳王ですからね。ですがこのキャラがですね、非常に愛らしいほどに可愛いですし、先生が愛着を持って、いるというのも、まあ、納得できるキャラクターですね。でですね、非常に可愛く描かれて、まあ、愛着を持ってるキャラなんですけれども、死んじゃうんですね。もうあっけなく死にます。こういうですね、自らが大好きと語る、大切にしたいものであるからこそ破壊するというね、哲学的文学的な要素が絡んでくるのは、この手塚先生の目指すドラマの完成形の原型が、なんて言いますか、ちょっと垣間見えるというかですね、そういう作品でもあります。はい、続きましてはワンダースリーですね。 W3 と書いてワンダースリーと読みます。
こちら1965年の作品ですね。ストーリーはですね、戦争が絶えない地球を汎用子爆弾で消してしまうか、それとも存続させる価値があるのかというのをですね、調査するために銀河連盟から送り込まれた調査員、地球人に正体を見破られないためにですね、それぞれウサギ、カモ、馬に変身するんですね、調査員が。で、姿は動物になってますけれども、圧倒的科学力を持つ3名に、乱暴だけど純真な少年星新一という少年がおりまして、彼と知り合いですね、行動を共にすることになります。なんですけれども、この3名というのはですね、いつしかこの地球の、調査に来たんですけれども、なぜかこの地球の悪と、戦うことになっていくという少年冒険活劇ですね、というストーリーです。でですね、これね、ラストシーンというのがね、非常に感動的な作品です。とにかくオチが素晴らしいです。今までのですね、美しいまでの伏線を回収してですね、きっと読み終えた人全員がですね、このあ、よかったなと、そして自分のへそをですね、思わず見てしまうという、そういうラストシーンになってますね。小回り、構図、非常に躍動感あふれる作品になっておりまして、手塚先生自身もですね、どんなもんだこのラストはというね、自信ありげに後書きで、語っております。少年新一とですね、このワンダースリーの活躍と、心の振り合いを描いたこのタイムパラドックスを交えた傑作と、言えますね。で、この作品はですね、アニメ化もされておりまして、アニメ版は虫プロダクションで制作されております。1965年の6月から、1966年の6月の約1年間ですね、フジテレビ系で全56回放送されております。この作品はですね、いろんな内部構想とかね、社会的状況の大人の、事情が入り乱れている中で制作されたアニメなんですね。ですので、手塚、先生本人がですね、もう意地になってこのアニメっていうのを完成させるわけなんですね。しかしですね、この強力なこの時代のうねりとともにですね、あのウルトラ Q が登場してくるんですね、ライバル番組として。この時にですね、手塚先生はもうこれはやばいなと、思ったそうです。で、それを物語るエピソードっていうのがありまして、珍しくですね、手塚先生が家族と夕食を共にした時があってですね、その時はたまたまこのワンダースリーの放送がされる時間帯だったんですね。で、子供たちがですね、それぞれ別の番組を見たくて、このチャンネル争いをしていたんですね。それを見かねた、母親、先生の奥さんですね、奥さんがお父さんの番組を見なさいと、叱ったそうなんですけれども、その時手塚先生は子供の見たいものを見せなさいと、いきなり怒鳴り出したそうなんですね。で、子供たちはびっくりして声も出ず、母親はこの驚いてもう非常に気まずいムードになったというようなエピソードがありましてですね、ちなみにこの時に、息子の誠さんが見ていたテレビこそがウルトラ Q だったんですね。というわけで、ご自身のですね、このワンダースリーではなく子供がウルトラ Q を選んでしまったというところで、このやばさっていうのを確信に変わったというお話があります。はい、続きましてはヴァンパイアですね。こちらも有名作となっております。1966年の作品、こちらはですね、手塚先生がシェイクスピアのマクベスをベースにして書いた作品で、マクベ六郎という悪の化身のような青年がですね、自分以外は虫けら以下のゴミクズのような存在として扱う超エゴイズム全開の漫画なんですね。というのは本筋ではなくて、本筋はですね、狼に変身する能力を持った少年トッペ、彼が主人公です。彼は怒りの感情が湧いてしまうと突然狼男に変身してしまう呪われた種族、ヴァンパイア一族なんですけれども、そんな彼が人間と獣族との関係の中でどのような活躍を見せるのかというストーリーなんですね。
ですが狼に変身するこの主人公よりもですね、冒頭に説明した悪役ロックの徹底した悪人っぷりの方がですね、はるかにキャラが際立っているため、だんだんそっちにシフトしていくという漫画なんですね。例えるとですね、このドラゴンボールのベジータとかですね、麻雀漫画の天の赤木みたいなですね、脇役が主役を食ってしまうようなキャラになっちゃうというような、作品です。このロックはですね、人を殺害することにおいて何とも思わないとかですね、自分に逆らうものは全て排除していくと、もう悪魔のように賢くて残忍でかっこいいほどに悪行を撒き散らす、そういうキャラクターなんですね。主人公の突兵すらも利用して世界征服を企む、まさに悪の権化みたいなキャラクターです。主人公が悪役に取り込まれるなんて、もう通常の漫画ではありえない猛烈な設定ですね。正々堂々真正面の悪の美学というのがもう半端じゃありません。まさに漫画史に残る悪役中の悪役と、言えると思います。ここら辺はですね、シェイクスピアのマクベスをベースにしただけあってですね、必ず不幸なことが起こるという言い伝えが残るマクベスになぞらえて、あえてそういう残虐設定になっているのかもしれませんね。でですね、この鉄腕アトム、ジャングル大帝、リボンの騎士を見ていた、子供たちはですね、とても同じ作者とは思えないほど残虐性が強いということでですね、当時相当なクレームの手紙が、手塚、先生のもとにですね、届いたそうです。しかし手塚先生はですね、僕は、完全に手塚節のマンネリ化に終わってしまうことがもう怖くてしょうがないと、語っているようにですね、意識的にそういう変化をさせたというのは間違いないですね。そしてこれは手塚先生の本意かというのは定かではありませんが、後半はですね、このロックがもう主役になってきます。もう何がしたいねんっていう話の展開になってきますけれども、不思議とですね、こうなってからの方が俄然面白くなっていくんですね。人間であるロックの暴走が、変身するヴァンパイア以上の、怪物になっていくという設定ですね。ロックのこの悪役の性格の方がですね、モンスターとして脅威になっていくという、本当のモンスターは人間の心なんだぞと、ある種のアンチテーゼにも問えます。怪物をですね、変身のテーマに挙げておいて、その怪物よりも人間の方がはるかに怖いという、暴走するとこうなるぞという人間の本質的な、ダークサイド、暗黒面を、描き出すストーリー展開に手塚先生の本性が見えた気がする、作品といえます。ちなみに1968年には、特撮ドラマとしてですね、テレビ放映されているんですが、この作品に、登場している突兵役を演じた、演者さんは、水谷豊さんですね。あの相棒で有名な水谷豊さんの、事実上のデビュー作となっています。当時まだ15歳です。そして当時では革新的だったアニメとの融合させた変身シーンは、富士見台にあった手塚先生の自宅にて、撮影されたものです。はい、続きましてはバルボラですね。1973年の作品です。手塚治虫先生の真骨頂である人間の本音や欲望を赤裸々に描いた狂気とエロスが共存した作品ですね。世界中にコアなファンを持つカルト漫画の傑作と、言える作品になっております。猟奇的でエロティックな文学作品にも匹敵する手塚作品の傑作中の傑作と言えます。めちゃくちゃ面白いです。まあ、こちらはですね、他の動画の方でご紹介しております。概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひそちらを参考にしてみてください。はい、そしてドロロですね。1967年の作品、これはね、もう話したいことが山のようにある作品でですね、僕の中でもベストに入ってくる作品の一つでもあります。もうこれはですね、もう完結ですよ。設定がですね、最強なんです。おしまい、これでおしまい、もうこの設定の時点で勝ちですね。
ストーリー簡単に申し上げておきますと、舞台は戦国時代、ある男はですね、天下を取るためにこれから生まれてくる子供の好きなところをやるから力を与えてくれと願い、妖怪とですね、契約するんですね。そこで生まれてきた子供がですね、体の48箇所を魔物に奪われた、子供が生まれてきます。目も鼻も口も耳も手も足ももう体中のあらゆるものが欠損した赤ちゃんが生まれてきます。その後ですね、医術師に、拾われてですね、作り物の、手とか足とか目とかっていうのをあてがわれて、この赤ちゃんは生き延びます。でですね、年月が経ってある日、この48の魔人を倒せば人間として体を取り戻せるというお告げを聞きですね、失った体の部位を取り戻すために妖怪を倒す旅に出るというお話ですね。どうですか？もうこの設定面白くないわけがないんですね。もう僕はですね、はっきり言って当時ですね、このドロロを読んだ時にですね、あのストーリーは何て言いますか、全然覚えてないんですけれども、この凄まじいキャラクター設定にワクワクしたというのだけはね、はっきり覚えております。作品としてはですね、当時あまり評価が高くなかったそうで、巻数にしてわずか4巻、すぐに打ち切りとなってしまうんですが、このドロロの設定はですね、後世における漫画や小説にも未だに大きな影響を与えています。映画、小説、漫画、ゲーム、あらゆる分野でリメイクやオマージュされているのは、やはりこの設定がですね、秀逸だったからと言えますね。代表的なものでいくと、ベルセルクであったり、無限の住人、クロガネ、毛陵戦記、マダラあたりはかなり、影響を受けてますね。あと寺澤武一先生のですね、コブラ、こちらのサイコガンの設定も、似てるっちゃ似てると言えますね。寺澤先生はですね、大の手塚ファンと、公言していますから、少なからず影響を受けていたというのは、まあ間違いないでしょうね。もう漫画史上最も優れた設定とも、言われているぐらいですから、もうそれはしょうがないです。もうこれはしょうがないです。どういう設定かというのを、ざっくりいきますと、まず一つに体に、このハンデがあると。で、二つ目は、48体の魔物を全て倒さなければならない。1体倒すごとに体の1箇所ずつ再生すると。で、3つ目は倒せば倒すほど人間に、近くなっていく、人間に戻るためですね。で、強くなればなるほど弱くなっていくという矛盾をはらんでいると。どうですか、この設定。想像してみてください。もしあなたが作家なら、この設定を聞いただけで物語が浮かんでくると思いませんか？これ100人中100人がですね、違うストーリーを模索できる模範的テンプレートだと思います。誰がどう書いても、どう転んでも面白くなるんじゃないかってい うこの設定ですね。もうそれは受け継がれていきますわっていう話です。もうこの作品はですね、もう漫画好きなら読んでいないともう潜りですね。鉄腕アトムもジャングル大帝も読んでなくてもいいですこの際。だけどこの設定は現代において多くの影響を与えている漫画であり、これを知らないなんていうのはもうありえないですね。漫画好きならぜひ、読んでおいてほしい。そのぐらい完成されたテンプレート漫画と、言えるでしょう。しかし、そんな素晴らしい、漫画なんですけれども、当時は相当な、苦労が、あったんですね。この作品が生まれるちょっと前、1965年、手塚先生は、新たな才能の出現に腰を抜かすことになります。その人とは水木しげる先生なんですね。一躍妖怪ブームを巻き起こした天才に、手塚先生も、嫉妬に狂ったという話があります。衝撃を受けて自宅の階段から転げ落ちたという話もあるくらいですからね。この妖怪ブームに、対抗してですね、書かれたのがこのドロロなんですね。これこそが手塚版の妖怪漫画です。後書きにも次のように書いています。僕は人一倍負けん気が強く、例えば漫画でもある作家が一つのユニークなヒットを飛ばすと、俺だって俺なりに書けるんだぞという気持ちで同じジャンルのものに手を出すおかしな癖がありますと、語っております。
そして、なんとですね、水木先生に向かって、あなたの漫画ぐらいのことは僕はいつでも描けるんですよと暴言吐いちゃうんですね。嫉妬と暴言でおなじみの手塚先生といういつものおなじみのパターンのやつがこう炸裂しちゃうわけですね。あとはですね、大友克洋先生には凄まじい画力に嫉妬して、あなたが描くような絵は僕にも描けるんですって言ってしまったりですね、石ノ森章太郎先生には、あんなもん漫画じゃないよっていうこともね食らわしますし、荒木博彦先生にはね、東北出身の有名漫画家はいないから頑張ってねって言ってみたりですね、あとは藤子不二雄先生にですね、初めて手塚先生にこう直に手書きの原稿を持ってきた時にですね、まあいいんじゃないのっていう薄いリアクションをしたそうなんですけれども、実は内心とんでもないやつが現れたというふうに落胆したとかですね、まあとにかくとんでもない嫉妬をした時にですね、必ずこういう必殺ブローが飛び出すんですね。まあ食らわしてやろうと。まあこれは非常に有名な話ではありますし、むしろこれはですね、漫画の神様に認められたという称号でもあるので、ある意味勲章、褒め言葉でもあるんですね。一方そんな必殺パンチをね、食らわされた水木先生なんですけれども、手塚先生をモデルにした一番秒という漫画を書いて対抗します。これはですね、どういう漫画かと言いますと、一番になることばかりにアクセスする棺桶職人を描いた作品で、手塚先生を、猛烈にディスってます。もう完全にやり合ってますね。ですけれども後年2人の不仲説というのは否定されておりますので、決して仲が悪かったというわけではないようですね。まあ、お互いにこうリスペクトしてやり合ってたというのが、まあ正しい受け取り方なんじゃないかなと思いますね。もうね、水木先生の凄さを語りたいんですが、まあこれは長くなるんでやめましょう。まあほんとすごいですからね、この先生。ところでですね、このゲゲゲの鬼太郎に嫉妬したと、手塚先生が嫉妬したとありますけれども、これ検証してみるとですね、非常に面白いことが浮かび上がります。というのもですね、このドロロの連載が始まったのは1967年の8月なんですね。ところがこの時点ではゲゲゲの鬼太郎ではなく、旧タイトルである墓場の鬼太郎なんですね。で、この墓場の鬼太郎の時はですね、人気はそれほど高くなかったんです。鬼太郎ブームはゲゲゲの鬼太郎に改められてからの1967年の11月から、ここからですね、妖怪ブームというのが起きてですね、妖怪ブームのピークというのは1968年と、言われています。つまり世間で言われている妖怪ブームよりも早く来たるべき妖怪ブームというのを手塚先生はいち早く捉えていて嫉妬していたということになるんですね。この水眼にはもう驚かされますよね。まさに神という感じがします。これがですね、もう誰もついていけない未来を読む能力、手塚治虫最強の能力なんじゃないかなと言えますね。現に、先ほど申し上げた手塚先生が嫉妬した作家さん、必殺ブローを食らった作家さんというのは漏れなく全員が有名作家さんになっています。ここら辺を踏まえると、やはり相当ですね、手塚先生というのは時代を捉える目、まさに神の目を持っていたと言えますね。はい、というわけで、最後の方はですね、この水木しげる先生の話になっちゃいましたけれども、ぜひこのドロロ、読んどいてください。もうぜひ、もう必読です。もう読んどかないとダメです、これは。もうどん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 ね、話したいことがいっぱい出てくるので、まあ、ここら辺でやめておきますが、このドロロはもうぜひ読んでおきましょう。というわけで今回はここまでとさせていただきます。手塚治虫全集紹介の100巻から150巻までの紹介でした。めちゃめちゃ長くなりましたんで、次回からはもっと簡潔に、スマートに、配信できればと思っております。
面白そうな作品が、ありましたでしょうか、少しでも参考になれば幸いでございます。今後も手塚治虫関連の情報を配信してまいりますので、お見逃しのないようにチャンネル登録をしておいて待っておいてください。ご意見ご感想など、ありましたらお気軽にどうぞ。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。